速攻で決める。旅人が来ればきっと全部良くなる。おーい、オルル来たぞ。あ、旅人パイモン、こんにちは。オイラたちに用があるって聞いたから飛んできちゃったぞ。そうか、なんだか胸が温かい。これが幸せなのか。え、急にどうしたんだよ。君たちは真の友達だ。うちの野菜も君たちに会えたらきっともっとよく育つ。どういうことだ。君たちを褒めてる。人は褒められると喜ぶと聞いたんだが、嬉しくなったか。バレてしまったか。そうだ、今はまるでうまく蜜を作れないミツムシのように困っている。ああ、知っているだろ、ばあちゃんは天才だ。天才はいつも他人の道を塞いで絶望させる。しかも僕はその孫だ。きっと僕には他人の何倍もの絶望が降りかかる。これで分かってくれただろう。だからお願いだ、ばあちゃんを何とかしてくれ。一体何があったんだよ。深刻そうってことしかわからないぞ。どうしても君たちを味方にしたい。ばあちゃんを何とかできる人がいるとしたら、それは、そのまさかだ。僕が最初に思いついたのはじいちゃん、君のことだ。じいちゃん、前にそう呼んで叱られたが、もう一度呼ばせてくれ。僕は、君は何か違うと感じた。ばあちゃんの君への態度も他とは違う。出会ってからの出来事が、それを証明している。シトラリを何とかできる40のものというウォーベンがあったら、君はきっと一番目に描かれる。他に39人もいるのか？他の人も全員旅人だ。39人の旅人。旅人のじいちゃん、助けてくれるんだな。本当に大事なことなんだ。今は暇そうに見えると思うが、実は進む道について悩んでいる。ばあちゃんが道を塞いでいて、僕は前に進めない。だが君たちが来てくれたから、もう進んでも大丈夫なはずだ。知っての通り、ばあちゃんが好きなのは娯楽小説、たくさん酒を飲むこと、寝ることだ。君ならこれをうまく利用して、ばあちゃんをおびき出せるはずだ。つまり、好きなものでシトラリを釣って、お前の相手をする暇をなくそうってことか。その通りだ。ちゃんと準備して言うことも考えておいた。ばあちゃんにこう言えばいい。親愛なるシトラリ、蜃気楼戦記の最新刊とオルツイ城事件簿の特別番外編を持っている。一緒に読まないかと。君が撒いた餌なら、ばあちゃんはちょっと建前を並べた後、何か理由をつけて食いつくはずだ。適当に言ってるだけだろ。それは違う。ばあちゃんは口には出していないが、旅人に一目置いているのがわかる。なのか。
ウルルンが焦ってるのはわかるし、まあシトラリとちょっとおしゃべりするぐらいならそんなに大変じゃないよな。ああ、まるで野菜に水をやるのと同じくらい簡単だ。うちの野菜たちがここにいてくれれば。ああすまない、野菜の話をしている場合ではなかった。どうか僕を信じて一緒に来てくれ。君がいればきっと全てうまくいく。ばあちゃんがいない。僕が入れないようにあの洞窟の入り口に立ちはだかっていたのに。道を塞ぐってそのままの意味かよ。一つの段落に比喩を2回使ったら娯楽小説として二流だとばあちゃんが言っていた。おい、今自分のことを娯楽小説に例えてたよな。さっきのも入れてもう2回火を使ってるぞ。え、ああしまった。おう、シトラリが譲ってくれたみたいだな。オラルン、今なら何でもできるぜ。そんなにうまくいくはずが。ばあちゃんはそう簡単に僕を捕まえるのを諦めてはくれない。洞窟に入ったらばあちゃんの監視の術で見つかるか罠にかかるはずだ。そうだぞ、しかも罠まであるのかよ。お前また前みたいに変なこと考えてないよな。僕はただ人を助けたい。だがばあちゃんはそれを許してくれなかった。助けるって？試しに先に入ってみてくれないか。今はまだ問題なさそうだけど、時間が経てば経つほど危ない人はもっと危険度を増していく。お前はどうするんだ？僕はばあちゃんの罠にかからないようにしばらく入り口で待っている。罠があったらこっちがかかっちゃうじゃないかよ。それは心配ない。ばあちゃんの罠は旅人のことを識別できるから君たちに手を出したりはしないと思う。ああ僕はうちのミツムシに君の偉大な実績を話してきた。ばあちゃんも同じように罠に話してるはずだ。お前と一緒にす、とにかく頼んだぞじいちゃん。誰か困ってるならとりあえず中に入ってみようぜ。じいちゃんお願いだ、とりあえず中に入ってみてくれな。識別できるって本当なのかもな。うわ、見ろ、あそこに誰かいるぞ。おい、しっかりしろ。聞こえるか？寝てるのか？いや、
病気か？もしかしてこいつがオロルンの言ってた助けを待ってるやつなのか？ここもなんか妙な感じだぞ。オロルンを呼んでこようぜ。あいつならここがなんだかきっと知ってるはずだ。ごめんばあちゃん。ずいぶん立派になったみたいね。本当にごめん。6人の英雄になったから何をしても許されるとでも思ったの？ねえ、どうしてあの霊感音痴のことに首を突っ込んだのよ。ちゃんと説明しなさい。オロルとストラリー。君たちどうして？ちょっと待って、どうしてこの子たちがいるのよ。さっきの怖い顔見られてないよね。私のイメージが。はい、こんにちは。さっきはオロルンとそのごっこ遊びをしてて、娯楽小説の人物になりきってセリフを言うものよ。だからさっきのはどれも本気じゃないの。そうよね、オロルン。ああ、ばあちゃんの言う通りだ。旅人もすまない、手伝ってもらおうと思っていたのに、ばあちゃんに捕まってごっこ遊びに付き合っている。遊んでる場合じゃないだろ。ストラリ、オロルン、お前たちここで一体何してるんだ？そいつどうしちゃったんだ？彼はルラ、レース中にアクシデントがあってこんな風になっちゃったの。スピリットを体から離脱させて未知を探求する不術よ。小説にシャーマンが出てきたことない？あんな感じね。問題は彼のスピリットがどこかで迷子になって体に戻れなくなってること。つまり体はここにあるけど魂がないってことか？スピリットは魂とはちょっと違うの。でもまあ単に魂が抜けてるっていう理解でも大丈夫よ。ああ、僕はルラのスピリットを取り戻そうと。このルラが普通の人なら何も言わないし、オロルンを止めたりもしない。でもルラが霊感音痴ってことが問題なの。霊感音痴？霊感、つまり霊的なものを感じ取る力が全然ない人のことよ。自分の周りのスピリットを感知したり操ったりもできないし、関連する符術も使えないの。そんな人が何らかの方法で符術を無理やり使おうとしたら、君の目の前にいるルラみたいになるのよ。命縁の主の符術はスピリットと密接に関係してるし、問題を解決する方法もそう。だから霊感音痴に普通の治療は効果なしなの。そういった人たちの符術に何かしらのアクシデントがあったらほぼほぼ助けようがないの。助けようならある。魂のことなら僕には。もう分かったでしょ、この子が何をするつもりなのか。オロル、お前自分の体質を利用しようとしてるのか。でもそれって危ないんだろ。ばあちゃんは心配しすぎなんだ。体はもう問題ないし、安全な方法も見つけた。この方法でしかルラのスピリットを取り戻せないと思う。そんなこと絶対考えないで。ルラのためにどこまでするか私がわからないとでも？まったく、本当に考えなしのアンポンタンなんだから。うーん、オロルンは確かに人を救うためなら自分を顧みないタイプだよな。ストラリも心配性だし、どうすればいいんだ。僕はアンポンタンでいい。君たちの応援さえあれば
僕はルラのスピリットを連れ戻せる。ちょっと、ばあちゃんを何だと思ってるの？孫の出番なんてあるわけないでしょ。もちろん私にだって方法はあるんだから。お、本当か？え、ばあちゃん、本当にまだ手があるのか？頭の悪い方法だって通用すれば何だってありよ。この悪ガキ、本当にいつも手を焼かせてくれるんだから。旅人、元から君に連絡するつもりだったの。私の方法は大規模なものだから君の手伝いが必要かもしれないのよ。じゃあちょうどよかったな。オロロンが先に声をかけてくれてたんだ。二つの方向から攻めてみましょう。一つ目はしらみつぶしに探すっていうおバカな方法ね。ルラの周りに八神の国に通じる教会の門を描いたの。これを教会の門を起動したら付近をさまようスピリットが引き寄せられるから、運が良ければその中にルラのものがあるかもしれない。前と同じようにしばらく君に力を分け与えて霊視を共有する。でもそのためにこの脱魂の航路を使わなければならないの。前みたいな事故はもう起こらないから安心してちょうだい。八神の国に行った時みたいに霊をたくさん見かけることになるはずよ。それを全部集めればいいの。その後の見分け作業はオロルに任せて。この子が関わるって決めたんだから一番大変なところを任せましょう。スピリットが自然に集まる性質を利用するの。霊視は一般的に何らかの謎を探るのが目的よ。ルラが知りたがってたことが分かったら彼のスピリットを引き寄せられるかもしれない。ルラの体を媒体にして霊視すれば多少はその考えを読み取れるはず。なるほど、なんとなく分かった気がするぜ。一つ目の方法は大きな網でなるべくたくさんの魚を取る感じで、二つ目の方法は餌で魚を釣るみたいなことだよな。う、パイモン、それを今言わなくても。はあ、この後でお仕置きよ。でもばあちゃんはすごいな。人間を媒体に霊視するなんて。ずっと物しか使えないと思っていた。ふん、ゴマをすっても無駄よ。スピリットを失った人間の体なんて抜け殻と同じ、物と大して変わらない。旅人、あそこにあるのは私のスピリットの織り機よ。私が霊視した断片的なものを記録できるの。私が準備ができたら教えてね。すぐに始めるから。旅人、頑張ろう。一緒にルラを連れ戻すんだ。準備はいい？スピリットの織り機の使い方は簡単よ。こういうの初めてかもしれないけど、君ならきっとうまくできるはず。サンファジ・コンポレ。
出てきた英雄のサンハジか？ええ、彼は英雄であるだけじゃなくて、名演の主の歴史の中でも有名な教会士でもあるの。今から500年前に亡くなってるけど、残ったスピリットはかなりのものね。補足させてもらうが、教会士はすごい称号なんだ。ばあちゃんみたいに優れた人じゃないと授かることはできない。それは間違いね。力ある教会士は八神の国の教会を拡張させ、一時的にではあるけど、八神の国の一部を現世に降臨させられるの。ばあちゃんの教会巫術も弱くはないけど、サンハジに比べればまだまだね。伝説によると、500年前の神社界の戦いでサンハジの巫術は猛威を振るったそうよ。小さな八神の空間を召喚し爆発させ、漆黒の最悪を退けたとか。強すぎないか？もちろん代償を払わなくてはいけない。私の知る限りでは、サンハジ以外に部族連合軍のリーダーのテノッチも自らの命を代償にしたと聞いてる。まったく、ルラは一体どういうつもりなの？私だってサンハジコンプレの霊視なんて気軽にはできないのに。この霊感音痴ったら、無知だからこその行動なのかしら。なんだか厄介な問題を抱えてそうね。ルラの家に行ってみましょう。何か手がかりがあるかもしれない。ええ、霊を集めるのは別に構わない。運よくルラのスピリットが見つかれば手間が省けるし。でもまた問題が一つ増えたみたいね。サンハジコンポレを霊視したせいで周りの魔物に気づかれたかも。旅人、もし時間があったら魔物たちが通行人に危ないことしないように静かにさせてきてくれないかしら。そんなの僕がやる。やめときなさい。旅人はもう十分大変なんだから。君を助けるために旅人に迷惑かけたなんて聞きたくない。わかった、頼んだぞ。おう、今はこいつのスピリットを探すのが最優先だからな。まあ、それじゃあお願いね。また後で。ちょっとなまってきたな。旅人、これから数日は引き続き霊を集めてきてほしい。その航路を使ってくれて大丈夫だ。ばあちゃんがそこに巫術を仕込んでおいてくれた。ああ、あれが気に入ったのか。
いつでも試してくれて構わない。他の霊視記録もあるはずだ。いろんなウォーベンをセットしてみるといいと思う。結構面白い。ばあちゃんのことなら気にしなくていいと思う。あれを置いていったってことは、君に練習してほしいってことだろうから。旅人、これ神社かい？僕の知る限り、あそこは野菜を育てるのに向いていない。どうして知ってるのかって？ばあちゃんが言ってたからだ。もっと知りたいなら、ばあちゃんに聞いてみればいいと思うぞ。ばあちゃんの家に、神社界に関するウォーベンがあるんだけど、野菜が育たない場所に興味なんてないから、全然読んでいないんだ。すまない。Thank you.